当です。我们东东谢谢点ありがとうございます。那现在我跟文当刚下班，我们两个现在人在银座。哎呀，仕事終わるのは銀座だ。那我们两个今天为什么要来银座呢？就是我们两个想要在下班之后呢，来买一些我们家乡用完的保养品啊，或者是保健食品。那大家知道方科这个品牌吗？我跟文当呢超级喜欢方科的保健食品。那从银座车站的 A3 出口出来呢，只要直走就可以看到一整栋方科的建筑物，那里面呢有卖非常非常多的东西。那我们现在就看一下吧 ，Go。Let's go！夜の銀座。すごいね。あまり歩かないね、夜の銀座って。銀座。我们文章他们现在是クールビズ，所以就不用再穿西装外套了。これがないとまず死んじゃうから。暑すぎて。好，现在我们已经来到方格的 Ginza Square 港。那他们这里呢，一整栋全部都是方科的东西，我们来带大家仔细看一下。那地下一楼是餐厅，我们现在位于的一楼呢是国际免税店。那他们这里呢有很多工作人员都会日文、跟英文、跟中文，所以如果大家要买东西的话呢，就可以来这里，不用担心会有语言的问题。然后二楼是爱天然品牌店跟展示廊，三楼呢是化妆品专门店，那四楼呢是方科的健康食品专门店。那五六楼呢都是需要预约的，是美容工作室，就是做脸啊，还有做肌肤保养，还有健康工作室，这里呢就是可以做一些运动，可以帮忙伸展拉筋之类的疗程。然后是八楼，八楼是咖啡厅，九楼也是餐厅，然后十楼呢是他们的空中花园。哇，すごい！買い物もできるし、ご飯もできるし、何でもできるね。何でもできる、本当に。那这里也有英文跟中文的说明，大家可以直接扫他们的 QR code。副将今日何買いたい？今日はサプリメントとクレンジング買いたい。私は体用の乳液買いたい。あ、いいね。ルーちゃん結構体カサカサだもんね。やめてよ、そう言わないでよ。因为每天洗完澡之后呢，身体也会擦乳液，然后就身体的乳液没了，所以想说也可以来买一下。那大家看这里呢，就是方科他们这里最有名的卸妆油。那大家可以看一下，这个是普通的卸妆油。那这边呢，这个是日本限定的卸妆油。因为一楼他们这里呢是专门对应免税的，所以呢他们这里呢都有很多是外国语言的标示。哎，かっこよくない？黒のやつ。いやね、パッケージ買いしそうだよね。これだったら男の人が撮っても全然恥ずかしくない。然后这个呢是方科的洗颜粉。プレゼント用でこういう風に箱に入ってるのも可愛いね。ねえ、俺もこれちょっと使ってみたいんだよね。那方科这里还有各种针对不同肌肤状况出的保养品，而且跟大家说，我知道一个方科的小知识，大家知道为什么他们这个容器都会这么小吗？使いやすさを重視してんじゃないの？ブブ。もう一個チャンス、考えて。え、なんだろうな。持ち運びがいい。ブブ。じゃ何？使ってるものが全部新鮮だから、一番いい状態で使ってほしいから全部試着してる。こういうことか。ニキビのできにくいすべすべ肌って書いてあるから、またにねニキビできるから、そういうの欲しかったんだよね。買おうかな。すぐ買っちゃうんだから。然后大家看他们这边有胶原蛋白的商品。いいな、飲むやつ俺結構好きなんで。私もこういうのほとんど美味しいよね。しかも翌日めっちゃ肌良くなるの。そうそうそう、化粧のりも全然違う。そうそうそう。然后跟大家说，我跟文当最爱，我们两个已经回购无限次的东西。これめちゃめちゃ好きなんだよね。就是呢，他们这个呢是分成年代别的保健食品，那有分成女生跟男生，各个年代需要营养成分都不一样，大家就可以依照自己的年龄购买。那像我现在就是喝这个30代，大家看它可以一次买一包。跟三包，我觉得三包比较划算，所以我每次都会买三包。它里面呢都是一包一包一包包装的，那每一包里面呢都有像这样子的成分。我觉得他们方科这个很好，就是真的很方便喝，因为我每次就是一打开，然后配水直接全部吞下去，就超好吞的，而且完全不会卡在喉咙，我超喜欢。然后文当的话是喝这个男生的30代的。これね、マジで毎日飲んでる。那我当初会知道方科的这个产品呢，是因为我之前去我朋友家住，他就推荐我吃吃看这个，因为我那朋友就是一个很重视养生的朋友，然后他就是跟我说，就是这个超方便，一小包，然后里面就有超多，就我们现在这个年纪需要保养品，然后我自己也是一试就回不去了，每次都狂买，买超多的。安くない？一袋30日分で390円だよ。嗯，買う？いいな。欲しくなっちゃうね。然后这个呢是热控片，我跟大家说真的不夸张，这个日本女生人手都有一包。它这个东西呢可以抑制糖分跟脂肪的吸收，真的是我的日本朋友每个人都会吃这个哦，不夸张。俺の女性の先輩もね、これ毎日飲んでた。これやっぱりみんな持ってるよね。
那方哥他们这里的青汁呢，都是使用100%日本的国产甘蓝。大家都知道日本的青汁还蛮有名的，所以大家来日本的话呢，也可以买买看他们的青汁。普通のオイルと違う点ってどこですか？こちらのクレンジングオイルは、まあ、普通のクレンジングオイルに加えて炭とか吸着泥が中にしっかりと配合されておりますので、なかなか落ちない黒ずみであったりとか毛穴汚れ、頑固な汚れをしっかりと吸着してアプローチをして綺麗に落ち抜いてくれるクレンジングオイルでございます。こちらの中に炭とか吸着泥が中に配合溶け込んでおりますので、より毛穴の汚れであったりとか皮脂、毛穴詰まりというところを除去してくれるような成分が入っていることによって、これから汗とか皮脂とか出やすい、もうちょうどそういった季節と思うんですけど、全部きれいにしてくれて、ツルツルでしっとりきれいなお肌に導いてくれる商品になっております。他们这里要去其他楼层都可以坐电梯，那我跟文当现在要去三楼。三階行きます。对，因为他们三楼呢有可以试用商品的地方，所以我们两个想说就去试用一下他们那个日本限定的卸妆油。やばい、なんかね、試したらさ欲しくなっちゃうよね。わかる、本当それ。あ、この商品いいみたいな。お願いします。めっちゃ楽しみ。ではオイルをなじませていきます。うわ、真っ黒だ。真っ黒です。先ほどおすすめした炭と泥がしっかり入っているの で摩擦を与えないで少しこすっただけで、もう本当に触れてるくらいの感じで綺麗に本当だ落ちていくんです。ガーッと流していくとクレンジングオイルがあった場所が綺麗に落ちます。水に濡れてても大丈夫なので、今度は全体に。あ、水がある状態でも大丈夫ですか？大丈夫です。そんなに今たくさんあるとあれですけど全然大丈夫です。本当にも触れてるか触れてないかくらいの、もう本当に少しの圧で綺麗に落ちていくので、より毛穴に詰まった皮脂とか角栓をふやかしながら、夏とか結構汗かきやすい季節になっているので、ね、こういうクレンジングで使い分けていただくのもすごくおすすめです。濡れたままでも使えるってのいいね。お、もちもち。保湿成分も入ってる。那这个黑色卸妆油呢是日本限定的，大家来银座的时候呢就可以来方科他们这里。来看看这个商品。那他们这个三楼这边呢还有肌肤检测可以玩，大家就可以来这里试试看，我觉得超有趣的。我超喜欢做这种检测，就是感觉有点赤裸可是又很好玩。すごい綺麗ですよ。綺麗じゃん。めちゃめちゃ綺麗です。え、マジですか？え、本当ですか？本当です。男性やっぱり皮脂が女性よりも出やすいので、はい、気にされる方多いんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。いいじゃん、ふーちゃん。めっちゃ嬉しい。シミのリスクというのをやばい、いきたいと思います。南にかけて表面じゃなくて奥の部分で、とっても綺麗ですよ。透明感がすごいあるので。これはシミじゃないですか？若干少しここら辺ですね、が濃いなっていうのが危ないサインにはなるんですけれども、全体的にすごく透明感がしっかりと紫外線対策をされているのかなっていうのが。え、ルーちゃんやっぱ綺麗なんだ。めちゃ嬉しいの、本当に。吓我一跳、没想到。因为我这两边比较多雀斑，我还想说会不会就有很多斑点就会跑出来，就没想到测量的结果还不错，开心。然后我看到他们这里有个活动，一定要跟大家分享。就大家如果来方科这里买东西，买到20,000日元的话呢，方科就直接送你们一瓶卸妆油，我觉得超好康的哎。那我在银座店这里买满50,000日元的话呢，就会送这个很可爱的包巾，它这个很有日式的风格，我觉得还不错，大家可以看一下。好，那我们大概买完东西之后呢，我们现在要去吃饭。方科他们这栋大楼呢，地下一楼跟九楼是可以吃饭的地方，那我们现在要去地下一楼的这个餐厅。大家，我们现在在餐厅，我们点了青汁来喝，然后跟大家说他们很特别，是他们的吸管呢居然是米做的，所以他就说有可能喝到一半的时候吸管会坏掉，他就跟他们讲，我觉得超酷的哎。就其实方哥他们这个餐厅呢，也都是用一些很天然，然后比较偏健康美容的食物。好好喝哦，苹果的味がするね。他说这里面有加一点苹果。哎，青汁很好喝耶。なんか青汁ってなんか苦いイメージあったけど。甘い。甘くて美味しいね。他们这个咖喱呢是做蔬食的，肉是用大豆去做的。哎，食べてみよう。うん。しかも玄米だよ。玄米。玄米大好きだから。お肉って感じ。うん。
美味しくない？お肉にしか感じられない。うん、美味しいね。好吃耶。欸，真的很好吃耶，没想到素食的咖喱也这么不错。我觉得日本比较难找到素食餐厅，可是像放给他们这里就有提供像这种素食咖喱，还蛮不错的。好，那大家，那我们现在已经从方哥他们这里出来，我们准备要回家了。我觉得在银座呢，有这样一整栋可以完整的体验方哥他们的东西，包含吃饭啊、买东西，还可以坐连，我觉得真的超方便的。那大家在这里也可以买到只有日本限定的方哥黑色卸妆油，然后也都可以免税哦。やべえ、もうね、いっぱい欲しいものあってもう破産しそうだよ。昨日ね、ちょうどね、30代のサプリメントがね、3袋も届いたから。まあサプリメントはいいかなと思うんだけど、クレンジング系が欲しいよね。ね、めちゃくちゃいい、本当に。大家如果来日本旅游之后呢，可以来银座这里逛一下，而且他们地点真的非常方便，离银座车站走路真的一出来就可以看到了。欢迎大家来这里玩。那我跟文章也要回家了，回家啦，回家了啊！而且饭也超好吃的，大家可以来买东西之后顺便吃饭。那喜欢这支影片的话呢，大家可以按赞，也可以留言跟我们说你对哪个商品最感兴趣。那我们这个频道呢，平常都会分享一些我们在日本的生活。也欢迎大家订阅我们的频道，看其他影片呢。我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。